こんにちは、トバログです。最近あんまり動画を上げられなかったんですが、実は引っ越しをしていました。今絶賛引っ越し中で、あんまりスペースがなくてね、いつもみたいな動画は撮れないんですけど、ちょっと Vlog 形式というか、そんな感じで、引っ越しについてね、これまで住んでいたこの家についての話だとか、引っ越す理由みたいなところについてちょっとお話ししていこうかなと思います。で、YouTube を始めてこれまで100本以上の動画を撮ってきたんですけども、その動画のほとんどがね、この今映っている家、中野坂上にある 2LDK のアパートで撮っていました。中野坂上って結構ね、新宿の隣の隣ぐらいで、かなり都心部にある地域なんですけど、なんでそこに住んでたかっていうと、前職の職場が新宿御苑っていう場所だったんですね。で、そこまで丸の内線で1本だし、で、新宿も10分で行けるし、何より部屋から見える景色がすごい気に入っていたんですよ。40平米ぐらいっていうかなり狭小なアパートだったんですけども、ルームツアーでも紹介してる通り、4畳ほどの窓際のスペースを書斎にして、で、パーテーションを組んでリビングダイニングで、6畳の部屋を寝室みたいな感じで、割り振って、狭いながらも DIY をしたりとか工夫をして住んでいました。僕自身、自分の空間をこう DIY したりとか、理想の空間を作るっていうのが結構好きで、それで DIY をした様子を、賃貸と書斎のある暮らしっていう形でブログで発信したりとか、あと YouTube でもルームツアーという形でいろいろ発信してたんですけども、おかげさまでいろいろな人に好評いただいてすごい嬉しかったです。もちろん持ち家ではなくて賃貸なので、DIY をした後は原状復帰といって、また引っ越してきた状態の元通りにしないといけないんですね。で、そのために作業をしているという感じです。僕は普段スタンディングデスクに座って作業してたんですけども、スタンディングデスクもそのままだと運べないので、一旦分解して持ち運んだりとか、あと壁にディアウォールをつけて、その上から有孔ボードを貼り付けて本棚のように使っていたんですけど、その本棚部分もね、全部取り外す必要があるので、今は引っ越し前にこうして頑張って作業をしているという感じです。というわけで、今引っ越しの準備をしているところなんですけど、この物件気に入って3年住んだので、いいところと悪いところがあるので、簡単にね、紹介しておこうかなと思います。まずいい点ですね。まずいい点としてはやっぱり立地ですよね。新宿まで頑張れば歩いて20分とかで行けるし、電車でも本当に10分ぐらいで着くので、新宿まで出てしまえばどこにでも行ける。プラス、中野坂上大江戸線とかも通ってるので、六本木とかああいう仕事でよく行くようなところにも行きやすいというところですね。立地はめちゃくちゃ良かったかなと思います。で、次に景色がいいところ、僕のルームツアーを見ていただいた方ならわかるかなと思うんですけど、かなり窓から見える景色がいいんですよね。新宿西口の高層ビル群も部屋から眺められるし、あんまりね、高層マンションみたいに高い物件ではなかったんですけど、目の前が団地で、だいたい2階建ての物件がほとんどだったので、そんなに高い階ではなくても結構ね、景色が良かったっていうところはやっぱり気に入っていました。実際この物件に引っ越しを決めたのは、部屋から見える景色がすごい良かったというところですね。で、あともう一つが、この中野坂上エリアなんですけど、比較的利便性の割にはね、安い気がします。みんな知り合いとかだと祐天寺とか中目黒とか東横線エリアに住んでる人が多いんですけど、あそこと比べても広さの割にだいたい多分3万円くらい安いんじゃないですかね。で、新宿がめちゃくちゃ近いのにそのぐらい安くて、逆にこう高円寺とか吉祥寺に行くとちょっと高くなるのかなと思っていて、この辺は割と穴場なのかなと思っています。で、この物件自体はめちゃくちゃ気に入ってたんですけど、じゃあなんで引っ越すのっていう点なんですけど、引っ越す理由は4つほどあります。まず、都心に住む理由があまりないというところで、どうせ都心に住まないなら家賃が安くて広い家に住みたいというところ。で、もう一つが、どうせ郊外に住むんだったら海の近いところがいいというところ。で、最後に、できれば車が欲しいという、この4点ですね。最初にお話しした通り、僕はこの物件に前職の関係で、前職の職場に近いということで、中野坂上という新宿に近いエリアを選んだんですけども、今前にも紹介したんですけど、フリーランスとして活動をしています。で、フリーランスとして活動するにしても、週1週2ぐらいはね、
都内に出てミーティングとかよく行ってたんですけど、こういう感染症の状況でみんなリモートワークになりつつあるじゃないですか。でリモートワークにみんながなってると、フリーランスほどこう外に出なくてもいいわけなんですよ。まあ、Zoom で会議も終わるし、大体なんならもう Facebook のメッセンジャーとかで仕事が完結してしまうので、そういう理由からほとんどね仕事では外に出なくなったんですね。外に出たとしても週1とかで、まあ、その理由は仕事ではなくて買い物だったりとか、まあ、そういうことだったんで、あれこれ都心に住む必要ってあんまりないんじゃないかなと思い始めて、まあ、そういう理由からちょっと引っ越しを検討し始めていたという感じです。まあ、それがね今年の1月とかだったかな、1月2月ぐらいだったんですけど、まあそういう理由もあって、どうせならもっと都心よりも家賃が安くてすごい広い家に住みたいなと思って引っ越しを検討し始めたという感じですね。でせっかく広い家に住むのなら、まあ立地もね東京都内に比べればいろんなところ選びやすいので、できれば海に近いところがいいと思って、まあ、2月ぐらいからいろんなところをね探し始めました。例えば熱海とか、まあ、湘南エリアとか千葉エリアとか、なんなら仙台とか石垣島とかね、いろんなところ探したんですけど、まあ、交通の便とか賃貸物件とか、そういうねいろんな複合的なところから次の引っ越し先のエリアを決めたという感じです。でまあちょっと田舎に引っ越すんで、できれば車が欲しいなと思って、ちょっと前に欲しいもの動画でも紹介してるんですけど、まあ車が欲しいっていうのを話しています。まあ、引っ越す理由としてはね、本当にコロナの影響でみんなリモートになったからオンラインで仕事が完結するっていうのと、まあ、僕自身フリーランスなのでそんなに都心に仕事で用事で行くことがないっていうところから、まあ、それが大前提としてあるという感じですね。でどうせ自宅で作業するんだから広い家に住みたいと思って引っ越しをしていますという感じです。はい、というわけで新しい物件の方に引っ越してきました。まあ、まだ引っ越して本当に日にちが経ってなくて、周りを見てもね段ボールが4段重ねぐらいになってたりとか、まだカーテンもなかったりとか、まあね電気とガスと水道がやっと通ってる状態なので、ネットもまだないんですけど、とりあえず荷物を全部運び終えたということでこの動画を作っています。新しい家はね、海から本当に徒歩3分ぐらいで行けるような 3LDK のマンションで、家賃も中野坂上に住んでた時とほとんど変わらないんですけど、専用面積が前に住んでた家と比べて2倍以上の広さになるんですね。あとはね YouTube 動画を撮ったりとか、作業専用のスペースも実は用意してあるので、まあ、今から作っていこうかなと思っています。ちょっとねまだいつになるかわかんないんですけど、そういうところもね YouTube とかで紹介していけたら嬉しいなという感じです。で前の家では結構ルームツアーとか暮らしとかね作業環境とかの話をよくしていたんですけど、まあ新しい家でもそういうのどんどん積極的にやっていきたいなと思っているので、ぜひチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。久々にアップした動画はこういう Vlog というかラジオみたいな感じで恐縮なんですが、ぜひ次の DIY 動画とかを楽しみにしておいていただけると嬉しいです。じゃあそろそろ僕は動画を作り終えたので二ほどきの方に行ってまいります。というわけでそれでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。